ウボアオ。皆さんこんばんは。この子はおなじみの見知らぬ猫ね。ということは今日遊ぶのはあつ森じゃないのね。今日やっていくのは町へ行こうよ動物の森だぜー。町森は最初はバスに乗って村に行くんだな。フードにかまたあったね。見知らぬ猫またしても登場か。あつ森では完全に忘れられたキャラになったのにね。あ、そういえばまだ名前聞いてなかったよね。よかったら教えてくれる？文字入力がリモコンでの操作なのか。画面にコントローラーを向けて文字にカーソルを合わせるのよね。カーソルがふわふわ動くからめっちゃ操作しづらいぜ。会話の選択もリモコン操作でできるのね。ふわふわしすぎて間違って選択してしまいそうだぜ。これにてククリン村に到着だぜ。なんで村の名前をククリン村にしたの？いいのが思いつきませんでした。見知らぬ猫とはここでお別れなのね。バスから降りずに行ってしまったな。最後に役場に行くようにって言い残していったわね。役場っていう響きがなんだか懐かしいな。あつ森では案内所だからね。さあ役場を目指してその辺を探索するぞ。早速たぬき商店発見ね。今夜中の11時半だからさすがに閉まってるな。たぬきちに会えないのが残念ね。こんな時間に村をうろうろしてもほとんど何もできないかもだぜ。言われた通り役場を目指すとするか。おお、早速小銭ゲットだぜ。動物の森シリーズはお金を稼ぐのが目的のところもあるから小銭でも嬉しいわよね。役場だ。今日は虫取り大会だったのね。参加したかったな。なんか入り方がわからないんだが。カーソルで扉を押さないと入れないの？普通に扉前で A ボタンを押しても開いてくれなかったぞ。役場ってこんな感じだったのね。ペリコがいるから郵便局なのかと思ったぜ。あら、お引っ越しされてきた方ですね。ようこそククリン村へ。私はこの役場の窓口をしているペリコと申します。それではあなたが住む家についてご案内しますね。今ククリン村には空き家が4個あります。広さや価格は同じですが、周りの環境や屋根の色、内装なんかが違っているので好きなお家を選んでください。まるで囲ってある4つの家から選べばいいんだな。これって選んだら永遠に同じ場所に住むことになるのかしらね。それじゃあ慎重に選ばないといけないな。役場とかお店の近くの家を選ぼうじゃないか。それが一番便利よね。今すぐお部屋の鍵を開けるように手配しますね。まずは地図を見ながらご自分で好きなお家に行ってみてください。おそらくオーナーのたぬきちさんがいらっしゃると思います。その後のことは直接たぬきちさんと話し合ってください。なるほど、ここでたぬきちの出番ということなんだな。住む家を決めたらローン地獄が始まるということなのね。一応いろいろ歩き回ってから住む家を決めようかな。それが無難ね。小銭落ちてくれないかな。あまり気を揺らすと蜂の巣が降ってくるわよ。サッチさんの家ってこんな暗い外観だったっけ。あつ森とはかなり違うようね。おお、サッチさん発見だぜ。見た目はそれほど変わってないみたいね。他の住民も気になるな。あらなーに、新しく引っ越してきた方が私に何の用。もう私の存在は島中に知れ渡ってるんだな。田舎の情報伝達速度は異常に速いからね。サラさん、これからもよろしくなんだぜ。先に落ち着ける場所を決めようじゃないか。ここが役場のすぐ隣の家なのね。内装はちょっとあれだけどな。内装なんて後からでもどうとでもなるわよ。それにしても最初は寝る場所もないんだな。でも2階に上がれる階段があったような。あ、そうかそうか。この部屋は確かセーブポイントだった気がするぜ。過去作はオートセーブがなかったものね。このベッドまだ使えないぞ。電話って何ができるんだったかな。電話で何ができるのかは記憶にないわね。人の家の電話を使うのは良くないよね。電話に怒られたぞ。まだ住むと決めてないからなんでしょうね。出たわね。どうもどうもだなも。大浅は金がね伺ってるだなも。ククリン村へようこそ。僕はこの村でお店をやってるタヌキチって言うんだも。これからごひいきにだなも。いよいよ本題に入りそうね。場所は気に入ったぜ。よかっただなも。じゃあこのお家を買い上げになるだも。100ベルしか持ってないけど買っちゃうぜ。はい、決まり。今からそのお家はマリサさんのものだも。お部屋にあったラジカセやなんかは引っ越し祝いのサービスだなも。売れ残りだけど。まあこのタヌキが普通にサービスしてくれるなんて誰も思ってないわよ。それじゃあそろそろ大事なお金の話をさせてもらうだなも。お家の代金だけど、土地代、税金、手数料、その他もろもろ込みで締めて19000ベルになります。あ、勢いでオッケーしちゃったぜ。家を押していてもローンが減額されることはないんだけどね。これからの生活のことはどうなんだ。僕もこれは商売だからさ、長くかかってもいいからちゃんとローンは返してほしいだなも。うん、そうね。今からちょっと僕のお店でアルバイトするといいだなも。アルバイト前に村のみんなに挨拶に行けと言われたぜ。宅配のアルバイトはどこに誰が住んでるのかを知っている方が便利だものね。
ここは誰の家だ？あ、キングさんじゃないか。キングさんの家があつ森の時と比べるとかなり質素に見えるわね。キングさんはこれから成功して大金持ちになるんだろうな。さてさて博物館にお邪魔するぜ。博物館は初めから村にあるのね。そうそう、この頃の博物館といえばあれがあるんだよな。イッサハトの巣ね。久しぶりに動物の森の中でコーヒーを飲みたいぜ。コーヒー一杯200ベルですから。100ベルしか持ってないぜ。もっと小銭を拾っておくべきだったわね。クルックお金足りないです。申し訳ありませんが、早くバイト代が欲しいぜ。喫茶店にトタケケもいるのね。この村でもトタケケのお客さんは誰もいないんだな。なんだか忙しそうだね。ライブは12時までやってるからまた聞きに来てね。多分12時までにバイトは終わらないぜ。このネズミ住民はピースだったかな。この家に置かれてる株のほとんどが今はもう存在しないものばっかりよね。右にある株は一体なんだろうな。ボーリングの玉が出てくる装置なんじゃないかしら。言われてみればそうだな。触ったら中からボーリングの玉が流れてきたな。どんな風に出てくるのか見たいけど、部屋のカメラの角度がここまでしか動かないから無理だぜ。村長さんが手前に来てくれてるわよ。あ、お前さん何もんじゃ憧れの動物を言うてに。猫に決まってるじゃないか。村長の望んでる答えは猫じゃないと思うけど。じゃあ亀にするか。やっぱり猫だぜ。そうか、なんじゃか胸がキュンと痛むわい。ほら、村長さんの心を傷つけちゃった。大分の基地戻ってきたぞ。早くみんなの顔と名前を覚えて村に溶け込めるといいね。大体の住民の名前は前から知ってるからな。作業着に着替えたね。それじゃあ早速働いてもらうよ。まずは花の種と木の苗を店の近くに植えてきてほしいだな。もこのバイトって動物の森シリーズの基本だよな。あつ森ではバイトシステムが廃止されたから知らない人もいっぱいいるかもね。このバイトは超簡単。ただ単に受け取った種と苗を使えばおしまいだぜ。じゃあ次はキングさんに商品の配達をするだな。も今度も定番のお使いか。キングさんタヌキチから商品の配達を頼まれただな。もダナモが感染してるわよ。商品名がわからないな。キングさんへって書いてあるからこれで間違いないと思うぜ。大配達してるってことは、さてはタヌキチの店のアルバイトだろがあれだろ、おめえも引っ越し貧乏ってやつだろ。おめえ見てると昔のことを思い出しちゃうな。このラブリーなローケブル取っときな。キングさんめっちゃ優しいじゃないか。タヌキチのやつ住民全員に同じような労働をさせていることがわかったわね。キングさんにもらった株を早速飾ってみようぜ。キングさんめっちゃ可愛い株をくれたわね。この部屋の内装に全く合ってないのが悲しすぎだぜ。配達ありがとうだな。も次はお得意様のサブレさん宛てに手紙を書いて送るだな。も日頃の感謝の気持ちを込めてほしいだな。もはい、この便箋に書いて送ってね。手紙を書くなんて面倒なバイトを押し付けられてしまったぜ。しかも感謝の気持ちを込めた特売の案内なんてマリサに書けるの？要するにタヌキチの書きそうなことを書けばいいんだよな。まあそうだけどね。やっぱりリモコン操作での文字入力難しすぎだぜ。慣れるしかないわね。完成したぜ。なになに？サブレさんへ特売のお知らせだな。も特売といっても、特売といっても、特別高いという意味だな。も全財産持ってくるだな。もなんで特売といってもお2回書いたの？大事なところだから2回書いてみたぜ。なるほどね。はいはい、結局かこっちは郵便課だけど何かご用。愛想の悪いお役人のペリミに変わってるじゃないか。このペリミが出てくるおかげで夜の役場には来たくないのよね。24時間ニコニコ働いてるしずえさんを見習いなさいよね。はいはい、じゃあ預かっとくからさあ、めんどくせえ。ちゃんと送ってきた？ちゃんと感謝の気持ちを込めて送ってきたぜ。ちょっと時間がかかったような気もするけど、まあできてよかっただも。仕事が遅すぎて愚痴をこぼされてるわよ。リモコン操作での文字入力が大変なんだよ。言い訳は聞きたくない。じゃあ次はサッチさんに絨毯を届けるんだな。もはい、届けた。次は掲示板にお店の宣伝を書くだな。もうわぁ、できた。タヌキチはいつか社長になるタヌキだな。もだから今のうちに仲良くなるといいだな。もこれのどこがお店の宣伝なのよ。タヌキチに会いに来る人が増えれば宣伝になるだろ。そうかしら。仕事がなくなったからアルバイトはおしまいだな。もやっと終わりか。お家の代金はちゃんと払ってもらうだな。もアルバイト代合計1400ベルを差し引いてローンは残り1万8400ベルだな。もあれだけ働いて全然減ってないじゃないか。
お金がないから釣り竿とか網を買えないし、ローンはなかなか減りそうにないわね。というわけで今回はここまで。功労なら続きをやります。それじゃあまたね。もももー。